効果は陸上自衛隊の職種の一つで、主に戦車部隊機動戦闘車部隊、水陸両用車部隊及び偵察部隊を構成するものである。職種学校は富士学校、水陸機動教育隊である。職種標識の色は橙戦。車部隊は火力装甲、防護力および路外機動力に優れ、機動打撃力および対戦車戦闘の中心として。 敵を撃破することを任務とする。北海道に所在する第7師団に3個、戦車連隊、第2師団に、戦車連隊、第5旅団に、戦車大隊、第11旅団に、戦車隊が編成されている。そして、九州に所在する西部方面隊に、戦車隊が編成されている。その他に、本州に所在する一部の師旅団に、戦車大隊、または、 戦車中隊が編成されているが順次廃止される。必要に応じて、戦車連隊を母隊に、戦車戦闘団と呼ばれる、諸職士混性部隊が編成される。教育訓練及び調査研究の支援は、気候共同連隊が担任する。また、演習対抗部隊として、部隊訓練評価隊例下の評価支援隊に、戦車中隊が編成され、専用塗装を施した90式戦車を使用する。 戦車部隊の主な装備品は10式戦車、90式戦車、74式戦車、その他に96式装輪装甲車などを装備する、冷戦機、大規模着上陸進行に対する備えの一環として、戦車配備が進められ、1990年代初頭には、戦車保有外数が1210両に達したが、1989年12月の、 冷戦終結宣言と1991年12月のソ連崩壊により、1995年以降の防衛計画の対抗では、戦車保有定数が段階的に縮小され、戦車部隊の整理が進められている。なお、現行の防衛大綱では、戦車の将来の規模は約300両とされ、 2019年3月末時点の戦車保有外数は560両である。近年では2013年に策定された中期防衛力整備計画以降、北海道と九州以外に所在する作戦基本部隊が装備する戦車は順次廃止。九州に所在する戦車は新編された西部方面隊直轄の西部方面戦車隊に集約配備された。また、 教育部隊についても整理改編が実施された。今後廃止される戦車部隊は、即応機動連隊零下の機動戦闘車隊及び偵察隊を増強改編した偵察戦闘大隊零下の戦闘中隊となり、いずれも十六式機動戦闘車を装備する予定。戦車部隊の一覧十六式機動戦闘車機動戦闘車部隊は、火力、路上機動性に優れ、機動運用部隊である、 機動師団、機動旅団においては、即応機動連隊霊下の機動戦闘車隊、または機動戦闘車中隊として全国に機動展開し、大気候近接戦闘や火力支援などを任務とする。また、地域配備部隊である地域配備師団においては、偵察戦闘大隊霊下の戦闘中隊として、機動師旅団機動展開後の広域の警戒。 監視や、軌道対処などを任務とする。すべての即応軌道連隊に、軌道戦闘車隊、または、軌道戦闘車中隊、複数の中隊を保有する。軌道戦闘車隊は、本部2人を編成する。教育訓練及び調査研究の支援は、気候共同連隊が担任する。軌道戦闘車部隊の主な装備品は16式、軌道戦闘車、その他に96式送輪走行車、 軽装甲機動車、戦闘中隊は偵察用オートバイも装備する。機動戦闘車部隊の一覧水陸両用車水陸、両用車部隊は、水陸両用作戦において、水陸両用車を用い、輸送艦から海岸線へアプローチして、水陸機動連隊の隊員を送り込むとともに、上陸船での火力支援を任務とする。水陸両用車部隊の主な装備品は、水陸両用車。 2016年には、水陸機動団設立の準備として、第4戦車大隊にアブナ7が配備され、2018年3月にアブナ7を有する2個戦闘上陸中隊からなる、戦闘上陸大隊が編成された。教育訓練は、その特殊性から、水陸機動教育隊で行われている、主な水陸療養者部隊偵察部隊は軽快な、運動能力と通信、偵察、 監視能力を有し、偵察活動による情報収集と警戒監視を任務とする。資料団に偵察隊、地域配備士団の偵察戦闘大隊には偵察中隊、水陸機動団には偵察中隊が編成されている。戦車部隊の本部管理中隊に編成される、偵察招待、第一空挺丸々本部中隊の偵察招待、即応機動連隊、 普通科部隊の情報招待、特化連隊の情報中隊も偵察隊に準じた、機能を有する。教育訓練及び調査研究の支援は、気候共同連隊が担任する。偵察部隊の主な装備品は87、式偵察系会社、軽走行機動車、1、2トントラック、偵察用オートバイ、地上レーダー装置、野戦情報探知装置など。 雪深い地域の資料団の偵察隊は、軽雪上車、10式雪上車、78式雪上車も装備する。また、気候師団である第7師団霊下の、第7偵察隊の未戦車、迫撃砲を装備している。なお、偵察者と名前が付く装備でも NBC 偵察者と、生物偵察者は、気候下偵察部隊ではなく、科学科部隊は装備する。戦車部隊を廃止した。 地域配備手団においては、威力偵察の強化、飛行火力の代替等を目的として、従来の戦車部隊の役割を兼任させる偵察戦闘大隊が編成され、偵察部隊は、例下の偵察中隊として編合わされている。平成30年度末に、第4偵察隊が、第4偵察戦闘大隊偵察中隊として、改編が実施された偵察部隊の一覧。 陸上自衛隊パンフレット、日本語版2019年版、P23 平成29年度末廃止の第4戦車大隊と第8戦車大隊を統合再編。編成当初は4個中隊編成であったが、平成30年度末に2個中隊に縮小。AB 防衛省人事発令 AB 戦車、共同体及び偵察共同体の廃止行事及び、 気候共同連帯新編行事2019年3月26日、陸上自衛隊ホームページ平成26年度以降に、かかる防衛計画の対抗について、P16 平成3年度防衛白書第3、小関係資料57戦車、使用書き等の保有数、性能諸元から1991年3月31日時点、 平成4年度防衛白書第4召喚系資料59、戦車、使用火器等の保有数、性能所限から1992年3月31日時点、第12師団零下の、第12戦車大隊は、同師団の空中機動旅団下に伴い2001年に、廃止。2004年に策定された中期、防衛力整備計画以降、野戦特化部隊と共に整理縮減の対象となり、 特に1991年に行われた戦車の北天事業によって、本州、九州から戦車が北海道に一部集約された影響で、戦車を大量保有する北部方面隊では、第1戦車軍の廃止及び第73戦車連隊の古化改編及び、第5旅団、第11旅団の戦車部隊の整理統合、移住など蓄次戦車部隊の縮小、廃止が実施され、 1> 第1戦車軍は2014年に廃止された。令和元年度防衛白書資料編、資料8戦車、使用下記などの保有数2019年3月31日時点、防衛省、自衛隊、平成28年防衛白書に機関部隊の見直しなど平成29年度に、第14戦車中隊、平成30年度末に、 第6戦車大隊がそれぞれ、即応機動連隊機動戦闘車隊に、改組のため廃止。第11戦車大隊は、戦車部隊温存のため、大編成に縮小。方面隊直属の戦車部隊は、第1戦車軍廃止以来4年ぶり。方面隊直属の新編戦車部隊としては、第1戦車団以来約半世紀ぶりに編成された。AB 平成31年度末に、 第3偵察隊と統合指定察戦闘大隊へ改編サットマガジン出版ストライクタクティカルマガジンありがとうございます